名は無名に勝るかなとは思ってます。で、まあ、今回の東大阪、今日今晩の結果を見て、で、まあ、来月、再来月か、まあ、まだいっぱい出てくるんで、マゲオであったり、朝霞であったり、エビナもね、エビナは特に、まあ、あの神奈川県はちょっと非常にうち弱いので、その辺のまあ結果が出てきて、で、大体のもう方針が、もうこれ以上僕も売名することはないと思うので、もう十分うちの党のことは認識して、なんか極右の危険な政党みたいな感じですただね、もうね、これはね、もうイギリスのボリス・ジョンソンにしても、アメリカのトランプにしても、トルコの名前忘れたけど、なんとかエルドアン、ね、エルドアンかな、もうね、すべての国がもう完全に真ん中から右の方向にもう進んでます、これはもう残念ながらとしか言いようがない、僕自身はね、立花個人の思想としてはもう残念なんだけども、もう自分の国、自分の大切なものだけを守っていくっていうのがもう世界の潮流になってしまっているので、まあ、これはあの NHK の自身、あのスクランブルの達成にはある程度迎合するのは仕方がない。ただもちろん直接民主主義は絶対崩さないので、あの我々はあくまでも提案をして自由な発言をしてやって決めるのは国民の多数決できますから、あのいわゆるナチスドイツのヒトラーでもあれ全部民主主義で選ばれてるんで、あれが初めて最初の20歳以上男女の完全民主主義がドイツになって、ヒトラーが一回刑務所まで入ってる人がやって選ばれてるっていうことからしても、あの我々のことが危険だと分析する人たちが大勢いるのはそういうことだと思います。もうこれはでも残念ながら言います、自然の説でそれが広がってきてて、まあ、ヒトラーはまあたまたま戦争を投げたからされてるだけで、本当はもうアメリカのルーズベルトなんかね、日本がもう戦争を負けると決まってるのに原発バンバンって落としてるような人が非難されないのは戦争に勝ったからっていうのがあって、あの、ね、増田内閣もちょっとやめちゃった。